はい、ラジオをお聞きの皆さん、ハイサイ協会デビルの時間となりました。今日のお相手は私、荒垣博正、ミキサーを担当していただきます。はい、マナーが担当いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、外は今日突然雨が降ってきましたね。そうですね、快晴だったのにいつの間にか、私が車から降りた時は降ってなかったんですけどね、はい、じゃあよかったですね、はい、建物に入ってちょっとしたら降ってましたね、はい、こういうふうに沖縄の天気というのは面白いもんで、はい、いきなり降ったりするのが多いですよね。最近特に多いね。多いですね、うん、なんか地面が濡れてたり気づいたら、夕方は急に降ったりするというのがあってですね、まあ、非常に不安定な天気が続いている今日この頃の沖縄ですが、はい、まあこれぐらいは沖縄の人は当たり前としか思わないからあまり気にもしないんだろうと思うんですけどね。本当の方は台風が過ぎてどうだったんでしょうね。ニュースはすごい洪水のような光景が報道されておりましたが、被害はなかったでしょうか。皆さんのお暮らしのところはどうでしたでしょうかね、はい、気になるところではありますが、まあこれはもう報道に任せて、私たちはまた番組を進めていきたいと思います、はい、あ、今日もにゃこさんからコインをいただきました。ハレルヤ、ありがとうございます。コイン2個もいただきました。ありがとうございます。はい、カンパチさんからもこんにちは。はい、いろんなコメントを寄せていただければ幸いです。はい、今日もですね、番組をまた、マナちゃんと一緒に進めていきたいと思うんですけども、はい、早速ですけども、今日はですね、新約聖書のフィリピ人への手紙の、3章の5節から、9節、ちょっと長いかな、うん、読んでいただきましょうか。あ、はい、じゃあお読みいたします、はい、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、あ、すいません、イントネーションが、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったよう、得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスが、イエスを知っていることの素晴らしさゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。アーメン、アーメン、はい、ありがとうございます。これは誰のことを指しているかはマナちゃんは分かりますよね。そうですね、あの先ほどあの自己紹介ですよね、こちらは。はい、そうです、はい、ちょっと待ってください、度忘れをします。パウロという、そうですね、パウロのことについてですね、はいはい、パウロが、自己紹介している場面なんですよね、はい、パウロっていう名前は、ユダヤ人はパウロとは言わないんですよね。あ、そうなんですか、はい、ユダヤの言葉、ヘブライ語では、はい、サウロってなるんですね。発音がちょっと、はい、サウロ、英語圏では何ていうか分かります？サウロ、パウロ、パウゾとかですか？ポールって言いますね。ポール、はい、ポールさんって多いですよね、外人さんね、多いですね、はい、あのビートルズのね、ポール・マッカートニーとかね、そういうポール・ニューマンとか映画スターにも結構いると思うんです、はい、ちょっと古いかなあるいは、パウエルっていう名前もそうなんですよね。ちょっとラテン系の、はい、あの訛りが入った時にはパウエル、あの政府アメリカのね、以前あの湾岸戦争の頃によくテレビに出たパウエル
参謀議長だったかな、なんかそういう方がもうずっとテレビに出てた時代があるんですけどね、はいはいはい、まあ、その後にまた大統領にもっともっと近くなるっていう、あの黒人のね政府の高官がいたんですけども、まあ、あの方の名前も、パウエルっていう名前ですね。そういうのが、一般的に非常に知られてて、よく西洋の人たちはつける名前ですよね、はい、私もあのサンフランシスコに行ったことがあるんですけども、駅の名前にもありましたね。サンフランシスコにはパウエルっていう駅の名前がですね、あ、やっぱりあるんだと思ってですね、まあ、サンフランシスコはどっちかといえばあのなんて言いますか、ラテン系っていうかな、そういうような、名残のある町なんで、スペイン語とかが結構よく耳にするんですよね。あの公用語はもちろん英語だと思うんですけども、スペイン語も街中では普通に飛び交ってるし、あの名称が非常にスペイン的な名称、あのそういうような感覚に取られるような街だったんですけどね。そこにも、パウエルっていう名前があって、これは元をたどるといくと、このパウロ、そして、ヘブル語でいうサウロで、ずっと時代がね遡っていくと、あの王様の名前にもねサウル王って出てきますよね、はい、このサウル王っていうのも、実は同じ流れなんですね、はい、パウロ、ダビデ王の前の最初の王様ですね。イスラエル王国が誕生した時の初代の王様はサウル王っていうんですね。でこの方もよく調べてみると、この、2000年以上後に出てくるこの、パウロですね、パウロを、パリサイ人ですね、でベニヤ民族っていう民族から出ているっていうのがですね、両方とも分かるんですよね。すごいですね、イスラエルの民っていうのは ね、相当の時間的には1000年2000年ってね、あの差があるんですけども、それでもちゃんと、名前がね、一致するっていうのがねすごいですよね。でベニヤ民族っていう、家系がどこから流れてきたかっていうのも分かるっていうのもすごいことですね。ベニヤミンっていうのもね、あの十二部族の中の一つで、小さな部族だったというふうに言われてるんですけどね、まあ、そういったところまで分かろうっていうことは系図が、しっかりしてあったんだろうなと思いますね、まあ、この辺から来るとやっぱりあのユダヤ民族のなんて言いますかね、歴史感覚っていうのはもう全然違うなって感じしますよね。実はあの琉球王朝にも、系図座っていうね、あの部門がありまして、系図を残していくっていう作業をする、係がいたんですよね。そういったところにも、系図っていうのを残してるんですが、あくまでもこれは、氏族って言いますかね、農民は入ってなくて、首里王府に、勤めるような人たちとか、まあ、そういうふうにちょっと身分が高い人たちの一族だけは、系図座に登録をして、家計をしっかりと記録していくということがされていて、まあ、今でもですね、今現在でもその名残のある人たちは、系図をずっと大切にしてですね、赤ちゃん生まれたらね登録するらしいんですけどね、はい、我々は何氏だよということでですね、あの登録するというのがあるらしいんですけども、まあ、こういうふうにして、伝統的な、まあ、家系の出身で、パリサイ人、パリサイ人って聞いたことあります？ ありますね、パリサイ人、はい、名前はよく出てくるような気がするんですが、はい、パリサイ人、当時ですよ、これイエス様がちょっと、うん、去って天に昇っていって、その後の話ですけどもね、ピリピリとの手紙、まあ、約2000年ぐらい前の話ですけども、この時代にはまだパリサイ人っていうのがいてですね、パリサイ人っていうのは、まあ、どちらかといえば、ユダヤ人の中のユダヤ人だっていうね、いう、まあ、今でいう右翼思想的なところがあったんでしょうね、民族主義的には。だからどっちかといえば、ローマ人も嫌いなんですよね。であくまでもユダヤ人が中心という考え方、だからキリスト教が誕生してキリスト教に行ったユダヤ人も、パリサイ派の人たちからは迫害を受けてるんですよね。でそのトップバッター的な人がこのパウロだったんですよね。そのようなあのもう
なんて言いますかね、曲がったことが嫌いっていうような人で、はい、少しでも、ユダヤ教に反するような行いをするユダヤ人は許せんということで、どのぐらいのことをやったかというとですね、これは少し遡って、またあの使徒の働きっていうところのですね、7章の、54節、これは定時で言うと247ページになるんですね、はい、まあ、少しそこに書かれてるんですけどね、ちょっと読んでみますと、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。ちょっと進みますと、サウロはステパノを殺すことに賛成していたっていうね、まあ、あの殺人現場に居合わせたような場面ですけどもね、ステパノというユダヤ人で、キリスト教に改宗した方ですね。それが、いろんな、ことをあの話してたんで、聞きたくないという思いで、このユダヤ人の中心的な人たちは石打ちの刑にして彼を殺したっていう場面、まあ、その場面にいても、本来は普通ダメだから止めなさい、止めますよね、止めることなく石打ちの刑で目の前で死んでいく。それに対してパウロは、当時はサウロっていう名前ですね、ここでサウロっていう名前出てきますよね、出てますかね、はい、ステパノを殺すことに賛成していたっていう、まあ、こういうことっていうのはたくさん行ってきた人なんですよね。これがある時を境にして変わっていくんですよね。これが変わっていく場面っていうのがね、いろいろ書かれてるんですけどね、この しばらく、読み進めていくとですね、使徒の働きの、21章の 6節ですね、あ、22章の6節にこのように書かれてますね。これページでいうと281ページの下の欄の方ですね。ゆっくりついてきてくださいね私が道を進んで真昼ごろダマスコの近くに来たとき、突然天からのまばゆいばかりの光が私の周りを照らしました。私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を迫害するのか。私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスであるっていうね、はい、こう迫害しているこのいじめっ子サウルは、ついにはイエス様の光によって目がやられたんですね、はい、出会ってしまいました、はい、そこから彼の生き方が大どんでん返しで180度変わっていくっていう場面なんですよね。人間は、どこでどう変わるかわからないっていうことをですね、いろいろと私たちも、見てきました。教会ではよく起こってますよね。そうですね、皆さん証しをしたりしてますね、はい、証しがありますよね、はい、まあ、私たちの教会でもいっぱいあるんですけども、うん、あの大阪のベタニアチャーチの吉田長老先生はご存知ですよね、はい、
話聞いたことあります？そうですね、すごい昔なんですけど、沖縄に来られた時に聞いたことある、はい、もうあの方は代表的な証人じゃないかなと思ったりするんですけどね、はい、もうヤクザの大親分ですよね、はい、しかも、テレビ新聞でもう報道されるぐらいの大親分で、ヤクザ抗争のど真ん中にいた人なんですね。確かあれはね、私が中学校3年ぐらいだったかなと思うんですけどね、あ、僕らもちろんあのこの方っていうのはわからないですよ。後に分かったんですけどね、あの山口組っていうね、あのもう大きな暴力団組織がありますよね、はい、あの関西を中心にしてもう何万人というような大きな組織らしいんですけどね、そこと、何百人ぐらいの小さな組織のこの大日本正義団っていう、暴力団組織と抗争事件が起こるんですよね、はい、これはもうあの YouTube でもしっかりとアップされてますので、ご覧になりたい方は、興味がある方はご覧になってください。またあの本もあってですね、あのタイトルがあの改心っていう本があるんですけどね、私一冊持ってたんですけどね、誰かに読めって言って貸したら戻ってこないんですよね。しょうがないからビブルス堂にたまたま行ったら、古本コーナーの中にあったもんですからまた買いました。もう出会えましたか、はい、そういうふうにして、読んでみたらこの方の、自叙伝みたいにしてですね、まあ、あの書いた人は別の人がインタビュー取りながら書いたんですよね。人生が大どんでん返しで変わっていく場面が書いてるんですね。改心というタイトル、改心というふうにね、まあ、あの番組始まる前にも少し言いましたけども、はい、改心といっても改めるっていう改心ではなくて、あの聖書の場合は回転の回にを書きますね、はい、これはなぜかというと向きを変えるということなんですよね。もう全体的に生きる目標となる向きを変えていくっていう改心っていうのを指すんですね。それで、回転の回を、使うということになってますけども、まあ、こういったところもあの注意深くですね、なんてこの漢字を当てはめられてるんだろうかということをですね、注意深く見てあの聖書を読んでいくと、疑問点が湧いたときはあの先輩に聞いてみるとか、まあ、あるいはあのそういったあの聖書辞典みたいのがありますので調べてみるとかっていうのが、面白い答えが出てくるので、ぜひそういったところも、お調べしていただければと思うんですけどね、はい、それではですね、ここでまた、曲と CM 行ってから後半のお話いきましょう。はい、終わりました。
私の心は喜び楽しむ、あなたが私を喜びとされたから、私の心は喜び楽しむ。過ち繰り返し、心くじけそうになった時も、あなたが私を励ましてくれた。どうしようもない悲しみに疲れ果てて涙する時も、あなたがその手で抱きしめ、ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。今日は、パウロの会心の場面というのをお話をしておりますが、聖書の中でも非常に、劇的なシーンの一つに数えられるんじゃないかなと思いますがね。聖書とかキリスト教って何ってわからない人でも、パウロっていう名前はなんとなく聞いたことがあるだろうなっていう思いはすると思うんですけどね。パウロさんってどういった人だったのっていうことですね。ちょこっとですね、入り口分かるような、箇所だと思いますね。またもう一つのところにも自己紹介的なものが少し書いてあるんですけどね、これも、使徒の働き22章の、3節のところに、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そして、この道を迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせませました、というふうにね、自分で自己紹介してるんですけども、これだけ、熱心な、いわゆるユダヤ教の、先陣を切っていくような人だったということですね。ユダヤ教っていうのもある意味こうなってしまうと怖いですね。そうですね、ここだけ見るとですね、熱心すぎて、だから正しすぎるのもいけないっていうことが、聖書の箇所には いくつか出てくるんですけどね。そういったことも指すのかなと思ったりするんですけども、これだけ、熱心すぎるよぐらいの、パウロが変えられていくっていう箇所ですね。ここがから、起点になってパウロの目が開かれ、聖書の中でここでね、目から鱗が落ちるっていう言葉が出てくるんですよね。日本のことわざの中にもね、目から鱗っていうことはよく使うと思うんですけど、実は聖書の中から引用されてるっていうことなんですよね。こういったのは結構あると思うんですね。豚に真珠とかっていう言葉もですね、これも聖書の中にあったしね、七転び八起きみたいなのもここから出てくるんですよね、聖書の中から。日本のことわざかなと思ったものが、結構聖書の中から、引用されてたっていうのがお分かりいただける箇所っていうのが結構あるんですよね。こういうふうにパウロが、改心をしていったっていうことですね。改心をしていった場面っていうのは結構あると思うんですけど、
まあ、日本人に適応していくと、沖縄人に適応していくとなると、どういう場面が想定されるかなと思うんですけどね。まあ、日本はなんとなく、なんとなくですけどね、仏教国だというふうに思い込む節があると思うんですけども、いかがですかね。でも、あ、そうですね、やっぱりお寺とか神社が多い、多いですよね、はい。で、それの成り立ちとかね、どれだけ分かっているかなっていうのはまた疑問ですよね。どうですかね、うん、みんなよく知ってるかね。やっぱりちょっと授業で、うん、こういう歴史でこういうお寺が建ったよっていうのは多分、うんね、やっぱ社会の授業とかで勉強すると思うんですけど、はい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 、やっぱり興味がある人じゃないと、うん、そこまで深く知らないんじゃないかな、はい、そうでしょうね。だから一般的な日本人 の、 宗教観について、これも番組でもやったことがあるんですけどね、はい、まあ、繰り返しになりますけど、あ、うちなんちはちょっと違う視点があるかもしれませんけども、まあ、全体的に日本っていうことで言うと、おぎゃーと生まれたらですね、まあ、沖縄にとはやらないと思うんですけどね、大和では、お宮参りっていうのをやるらしいんですよね。聞いたことあるかなと思います。あ、はいはい、そして七五三っていうのがありますよね。ありますね、写真を撮って、はい、はいはい、そう、お盆になるとお墓参りとかね、まあ、うちなんちは仏壇に何とかお供え物をするっていうのがね、はい、あると思うんですよね。でも結婚式は教会でやるっていうのが多いんですよね、日本人は。多いですね、はい、はい、私も招かれた時に結婚式は、教会方式でやるっていうのに何度も立ち会ってきましたけども、はい、でもこの人たちクリスチャンかなと思ったりするんですけどね、慈しみ深きの賛美歌もほとんど歌えないんですよね。僕だけ大きい声で歌ってたというね、しかも一番だけしか歌わないんでね、教会では3番まで繰り返し繰り返し歌いますよね、はいはい、でもまあ、しかも何て言いますかね、牧師がわざわざ外国人を呼んできてるんですよね、結婚式で。あ、しかもたどたどしい日本語をわざと使うような形で、シーンっていうのもちょっとやらせっぽく見えるんですけどね、わざとかなと思ったりするんですけどね、まあ、堂々と、牧師を呼んできてやってもいいんじゃないかなって思うんですけどね、はい、外人さんの牧師があなたはなんとかかんとかってね、たどたどしい日本語で言うっていうのがよくあるんですけども、あれも何回か経験しましたね。そして、12月に入るとクリスマスを祝い、死んだら、お葬式はお寺とかね、お坊さんを呼んでやるっていうのがね、もう一般的ですよね、これね。はい、そうです、ね、はい、いくつ宗教観が混ざってたかなっていうのは、聞いて分かると思うんですけどね。そして大晦日になると除夜の鐘を聞いてっていうこと で年が明けるとお正月は神社で初詣っていうのがね、日本人のなんとなくのライフスタイルになってるんじゃないかなと思いますが、いかがですかね。大体の人は9割ぐらいの人は当てはまるかもしれませんね。クリスチャンはほとんど当てはまらないかもしれない。教会で結婚式っていうのは当てはまるかもしれませんが、まあ、それ以外クリスマスをお祝いするっていうのもね、その2つぐらいかなと思ったりするんですけどね。果たして日本人はでは宗教心がないのかっていうことになるんですけどね。でも宗教心ってどこでどの尺度で測るのかなとも思ったりするんですけども、まあ、これちょっと前のデータでね、10年以上前のデータなんですけど、でも4年に1回ぐらい読売新聞とかで新聞社がよく調査をするらしいんですけどね、そういったのがたまに記事に載ったりするんですよね。あなたは死んだら、あなたの、死んだらどうなると思いますかみたいな質問をするんですよね。そういう問いかけがあった時にどう答えますか。マナちゃんだったらどう答えますかって、死んだらどうなるかってことですよね、うん、はいはい、どこに行くかとかで、ね、そういう意味でですね。私は多分天国と地獄があってって言うと思いますね、うん、あ、はい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 、はい、自分はどうしても天国行きたいよね、行きたいですね、はい、天国に行くっていうふうにね答えると思うんですけども、はい、まあ、多くの日本人はね消滅する